はい、皆さん、こんにちは。岸田と申します。本日は鎌倉殿の13人第31話のストーリー解説をしてまいります。シナリオブックをもとにですね、ストーリーの骨格を事前にお届けする動画となっておりますので、ネタバレ嫌な方に関しましては放送終了後に予習目的でご視聴いただければと思います。それでは早速お話入っていければと思うんですけれども、本日もう目次の時点からネタバレがっつり含みますので、進めていきますね。いきますけれども、本日ゼロ含めて9つを、ゼロ含めて10個お話しさせていただきますけれども、まあ、今回はもう予告映像で比企能員の乱って出ている通りなんですけれども、まあ、比企能員の最後、そして比企家の最後が描かれていく話となります。まあ、そんな話の中で、じゃあ何が重要かってところから事前に整理できればと思うんですけれども、今回の重要なポイントというのは、第29話で描かれた次の将軍誰にしようかな、源頼家の後継誰にしようかなっていうところが蒸し返されて、まあ、それがとんでもねえことになるって話になるので、改めて次の将軍誰になるを押さえる必要がございます。まず、規定路線、第29話で、一回決まったことなので先に1万から見ていければと思うんですけれども、1万というのは今の将軍源頼家の、まあ、子供なんですけれども、頼家自身が希望をしております。で、側室摂の子供でございまして、側室摂は比企能員の娘でございまして、この子が、まあ、1万なんですけれども、なので比企能員の娘なので、1万が鎌倉殿になると比企能員は鎌倉殿のおじいちゃんになるわけでございます。ですので、そうすると前回の30話で比企能員自身がセリフで言っていましたけれども、まあ、御家人の、まあ、頂き、武士の頂きに立つことができるので、そうすると、まあ、北条の、まあ、力っていうのはもちろんゼロにはならんが、まあ、衰退することになるので、比企能員的にはもう1万が後継となったらもう万々歳という形でございます。それに対して今回の31話で対抗馬となるのは千万でございます。千万は源頼家の弟、今の鎌倉殿の弟でございます。で、前回亡くなってしまいましたけども、乳母父があの前女と身、まあ、乳母父が身でございますので、まあ、それを考えると、もし千万が鎌倉殿になっても比企家にメリットがないんですよ。だって実の娘が産んだ子と、まあ全然関係ない、ね、今の将軍の弟だったら当然メリットがないと。だけれども、まあ、乳母父が、まあ、あの前女と、まあ、乳母父がミーという形でございまして、まあ、当然お母さん北条政子でございますので、千万が、今後後を継ぐというふうになると北条家は安泰という形となります。で、一応もう一人、まあ、候補がおりまして、まあ、それが善哉でございます。善哉は正室つつじの子、まあ、源氏の嫡流流れでございますけれども、つつじの子で、三浦義村が乳母父でございます。で、正室、まあ、第一奥さん、側室はまあ第二以下奥さんでございますので、正室の子というアドバンテージは利点はあるんだけれども、まあ、頼家自身が一万を指名してしまっておりますので、まあ、前在っていうのは一応今回の後継レースにおいては3番手という流れとなります。図で示しますと、まあ、写真で示しますと大体こんな感じ、まあ、言ってもすごい複雑なんですけれども、頼朝と政子の子供が頼家、そして千万なんですね。まあ、他にも大姫とかおりますけれど、大姫とか三万おりますけれども、一応そういう形と。で、頼家と結婚したのが正室つつじ、第一奥さんつつじ、第二奥さん摂というふうになっております。で、頼家とつつじの間に生まれた子が善哉、頼家と摂の間に生まれた子が1万という形となりまして、この1万、善哉、千万で後継レースね、子供みんな子供なのにねって感じでございますけれども、まあ、その中で一応1万が筆頭だけれども、まあ、千万が対抗馬となり、結論として千万に決まります。今回に関してはだから規定路線1万ですよ。規定路線1万なんだけれども、そこを千万に、まあ、義時らがひっくり返していくっていうのが今回の話でございます。だから、まあ、凶暴、横暴な話だけれども、まあ、面白い話ではありますね。まあ、なので、もうちょっとシンプルに整理すると、まあ、ちょっと来週版のネタバレも含みますけれども、1万は今回、史実だとね、今回亡くなってもおかしくないんですけれども、今回生き延びます。ドラマの中で生き延びまして、来週32話で殺される形となります。32話ね、すいませんね。で、千万に関しては、
結果的に第三代の鎌倉殿の源実朝となる人物でございます。で、前在に関しては、まあ、後にですね、皇居と名乗り、この三代将軍源実朝を殺害するという流れになります。しかもその後自分が殺されてしまうという流れになるんですけれども、なのでなんかね、こうやって見ると3人とも可愛い子供たちっていう感じでございますけれども、もう全員こう数奇な運命に巻き込まれていく、まあ、かわいそうな男の子たちという流れでございます。というじゃあ流れの中で具体的に今回何が起きるか早速お話入っていければと思うんですけれども、まず前回の最後、30話の最後で鎌倉殿がお倒れになったというふうにですね、まあ時宇佐は言っておりましたけども、時宇佐が言っておりましたけれども、まあ、意識不明となってしまいます。まあ、とこに伏して意識不明となります。で、どうもやばいと。まあ、要は頼朝の時と似ていて、ちょっと助からないかもしれないっていうレベル感でございまして、まあ、それに乗じてですね、比企能員が朝廷とのやり取りを画策しようと、まあそうしようというふうにこう、なんていうの、裏でやろうってじゃなくて、もう次の将軍早く決めようっていう風な流れでこう、まあ、ウッキウキな感じですよねという感じで話を始めとするんですけれども、まあ、義時が異を唱えて、まずはもうちょっと状況を、ね、注視しましょうということで、まあ、大江広元ら文官3人も同意してまずは様子を見ることといたします。まあ、言ってもですね、このあと数日全然意識が戻らないので、結果的に臨終出家、頼朝の時と同じですね、臨終出家する形となるんですけれども、まあ、頼朝と似たような流れになりますよと。まあ、ただ今回最後にとんでもねえことが起きるんですけれども、一応意識不明な状態で話が今回最後までずっと進んでいきます。死なないんですけど意識不明で話が続いていきます。でですね、そんな流れの中で比企能員前回大暴走してあの全成がですね、命を落とすまで行きましたけれども、その暴走まだ続きます。この子誰かと言いますと、あの全成と実衣の息子でございます。京にいるんですけれども、京で修行していたこの全成の嫡男がなんと殺害されます。で、どうやらこれは比企能員が裏で企てていたことは明白でございまして、もう義時からすると、もう本当何なの比企能員と、まあ、視聴者が思ってることですけど もう何なのって形になるので、もう次の鎌倉殿これ1万なんかにしたら比企能員より調子に乗るから、もう1000万にするしかないと、まあ、1000万を押すということをまあ決意いたします。でですね、まあ、それでじゃあ1000万にしていくって流れになるんですけれども、まあ、言っても鎌倉殿の意向は1万だし、比企能員ウッキウキで暴走続いているし、どうしようかなって考えた時に義時考えます。ちょっと悪い顔してますけれども、いろいろ考えます。考えた結果、意表をつく提案をいたします。義時が鎌倉殿の役目を1000万と1万で分けるという提案をいたします。詰まるところ1000万か1万かじゃなくて、1000万と1万で鎌倉殿を分けましょうと、仕事を2つにしましょうというふうに言います。具体的には関東側の28カ国を1万が、関西側の38カ国を1000万がという形で分ける形となります。まあ、鎌倉は当然ですね、まあ、関東、まあ、今でも言うね、関東側にありますので、鎌倉は1万だけれども、まあ、1000万は鎌倉を含まないけれどもちょっと多いという形で、まあ、パワーバランス取るという形で、まあ、これをですね、提案するんですけれども、まあ、比企能員は当然こんなの認めないですよね。まあ、認めたらもちろん比企家の影響力が下がることはないけれども、相変わらず北条家とバチバチな状態が続くわけでございますので、そんなのはありえないというふうな形で、まあ、拒んで立ち去る形となります。立ち去ることが義時の狙いでございました。そう、比企能員がここで拒んだということは、まあ、提案を拒む、まあ、一応ね、中間管理職の提案を拒んだので、口実をこれで一つゲットいたしました。今後の流れを提案したのに比企能員は自分のことしか考えずに拒んだという、まあ、口実を作りました。でですね、義時容赦ないです。その流れの中でこういうふうに話が進んでいくんですけれども、まあ、大義名分がね、これ拒んだということで、もう比企を滅ぼすということに、舵を切ります。言葉を言い換えましょう、比企能員を殺すということに舵を切ります。なんですけれども、まあ、比企能員を殺すというふうになると、結果そうなるんですけれども、比企家全部を殺すような流れになりますので、政子からすると、
まあ、1万はね、一応孫に当たりますので、まあ、1万の命だけはなんとか助けてほしいと、まあ、比企能員が亡くなれば死ねば、まあ、1万が後継候補が生きてようが後ろ盾が1人消えるので、それで1000万にすればなんとかなるでしょうということで、まあ、除名を願いまして、義時は分かりましたと、仏門に入っていただきますと返答をいたします。しかしそれは政子の前で、まあ、政子に配慮しての返答に過ぎず、その後すぐに政子の前をこう立ち去った義時は、息子の泰時に一万のことですけれども、母子ともども殺せというふうに命令をいたします。まあ、なので比企能員を殺すと同時に、比企家に関係している人間を全員殺せと、それが今後の鎌倉の安定のためだと容赦なく、そういう、まあ、命令をいたします。まあ、ここ多分いろんな解釈があって、多分今回もここのシーンが描かれた後っていうのは、ああ義時闇落ちしちゃった、またダークサイドにみたいな感じで多分 SNS はこう盛り上がると思うんですけれども、私何度もいろんな動画で言っている通り、義時はあくまでも鎌倉ファーストなんですね。鎌倉っての北条なので、鎌倉っての北条を維持し、鎌倉を何なら今後維持していくために、もう比企能員の横暴さはもういらないので、容赦なくそのリスクを潰すというのが実際の目的かなというふうに思います。まあ、一方あの比企能員でございますので、比企能員も画策をいたします。まずですね、何を画策するかというと、先にそれを言っちゃうと、三浦をですね、比企能員、取り入れようと画策をいたします。まあ、比企が一応北条の人間、北条じゃない、比企の出でございますので、まあ、比企の館にですね、比企が行った帰りに、こう比企たまたまだと思うんですけれども、密談を立ち聞くこととなります。まあ、今ほどね、防音もね、うまくこう部屋になっておりませんので、本当にたまたま聞いてしまったんだと思うんですけれども、その会話の中で比企家が三浦家と手を結び、三浦のその要は力も借りて、まあ、北条を滅ぼそうと画策していると、その会話を立ち聞くこととなります。この会話を比企が立ち聞くことによって、比企側にメリットが何もないので、本当に立ち聞いた、本当はたまたま聞いたんじゃないかなというふうに私としては推測しておりますけれども、まあ、比企その件を義時へ報告することとなります。まあ、これは比企の今までの覚悟はできております。そしてもう嫁いできたので、私は北条の人間という、まあ、宣言をもとにですね、まあ、義時にちゃんとそれを報告するという形となります。で、義時はですね、当然、まあ、比企を滅ぼすということになると、まあ、北条より今後鎌倉でしっかりと責任を背負っていかなきゃいけないということなので、時政にその決意を伺う形となります。比企を滅ぼし千万を擁立しても、千万まだ10歳なんですよね。なので、皆さん10歳の時に、はい総理大臣やってくださいっつって、全ての政治判断をちゃんとできる自信ありますか？ないですよね。そんなの周りも分かっていることなので、北条がこうしっかり支えていく必要があるということで、時政に代わりに鎌倉を率いる覚悟があるかどうかを問います。これは執権制度と呼ばれる、将軍の後ろでですね、将軍のさまざまな判断をサポートする役目が、まあ、時政になりますので、まあ、そのことでございます。そしたらですね、時政は覚悟があると、まあ、即答をいたします。まあ、義時からするとちょっと時政頼りない部分、我々視聴者からしてもそうですけれどもありますので、できますっていうね、ちょっとねこう疑い深く言うらしいんですけども、陸さん含めてできますって多分陸さんが言うんでしょうね。陸さん言ったことに対して時政はあるというふうにこう言う形となります。で、それをもってもう北条が一応一枚岩ということで、義時は分かったと、じゃあもう比企を滅ぼそうということになりまして、再び比企を敷かずにですね、全国を二分するという案を打診いたします。改めてするんですけれども、そしたら比企能員がですね、別の案を提案していきます。九州のみ千万という、案を出していきます。これ関西38っていうのは今でいう近畿地方のあの辺っていうのも含みますけれども、今の九州地方のみなので、10いくつになるのかな、今の九州の都道府県もっと少ないですけど、多分18とかになると思うんですけれども、まあ、一応九州のみ千万ということで、よりもほとんど1万で、お情けで1000万ちょこっと九州だけ持たせるよっていう代案を出します。なんですけども、これは当然北条が飲めないということで決裂いたします。
これでああこれはもう戦は避けられんなっていう流れになるんですけれども、比企能員戦で命を落としたわけではありません。何が起きるかというと、後日なんと北条側が比企案、詰まるところ九州のみ千万という案を受け入れると返答いたします。お？受け入れると返答するんですね。そしたら比企能員は勝ったってなるんですよ。これによって北条家が滅ぶいるわけじゃないけれども、まあ、北条側のまあ力が完全に弱まって、もう自分が武士の頂に立つので、もうルンルンでですね、まあそれこそ多分なんか周りの人間は一応ちょっと武装してた方がいいんじゃないですかって言うんだけれども、いやいやこれはもう多分わしの勝利だみたいな感じでですね、意気揚々と丸腰で武装せずにですね、北条の館に行きます。そしたらそこには武装した北条軍と味方につけたはずの三浦軍がいて囲まれてしまいます。最後がどのように殺されるかに関してはシナリオに書いてないので放送を楽しみにできればと思いますけれども、これにて比企能員ジ・エンド打ち取られて終了ということとなります。人の死をねよっしゃというのはあれですけれども、まあ前回のもう比企能員うぜえの流れからいくと、あ死んだかっていうような流れと視聴者も思うかもですが、鎌倉殿の13人は亡くなっていく人間に対して敬意を表する、ストーリーテリングが毎回されておりますので、もしかしたらなんかしんみりしちゃうのかもしれないので、そこはちょっとね本編をより楽しみに見ていければと思います。だから三浦怖いですよね。やっぱりその三浦義村が前回もそのほらあの今のところは北条の味方だぜみたいな感じのことを言っていて、で一回ですね比企の味方だと思ったら結局北条の味方みたいな流れなんで、まあ三浦が結構恐ろしいなってこう思う展開でもありますね。はい、で比企能員主が最後となりましたけれども、その流れの中で、はい、比企家もろとも滅亡に話がつながっていきますが、一応ちょっと比企の尼に関してはおっていう展開が待っております。まあ、北条軍比企の館を取り囲みまして、もう全員皆殺しにしようという流れでなだれ込んでまいります。でそれに対して、まあ、まさにこの場面写真ですけれども、未知は比企の尼を逃がします。はい、逃がします。逃がして、しかも本当にちゃんと逃げれます。死なないです。比企の尼死なないです。これが来週につながります。32話につながるんですけれども、比企の尼は残ります。で摂と一幡も、まあ、生き延びてほしいということで、まあ、未知がある種自分が犠牲になって先に逃がす形となります。なんですけれどもちょっと一歩遅くて、まあ、摂が廊下に出るとばったりと安時も一緒にいるのかな、安時、善治、唐と遭遇します。善治と唐と遭遇したらもう最後、摂は唐に容赦なく切り殺されます。まあ唐初仕事ですね。だからあの立ち回りでやるんだと思うんで楽しみなんですけれども、でここよ、善治は侍女に抱かれている一幡を見つめる。これ唐の時と一緒なんですよね。唐武の時も善治唐を見つめて殺さなかったですよね。そしたらアサシンとして育てていたんですけれども、一幡なんとこの時点では殺されません。まあ、シナリオ読んでとか一幡本当に最後まで生きていたら史実的な話がもうごたごた変わっていっちゃうので、もちろんそこまでのことはしないんですけれども、まあ、善治ここも殺さないんですよね。ここで殺さなくて、一応来週義時の命で改めて殺されるという流れとなりますけれども、ちょっと善治がちょっと気になる展開っていうのが続きますよね。はい、そういった形で比企家すべてジ・エンドとなるんですけれども、その後予想外の出来事が起きます。まあ、時政と義時が政子と御家人たちに比企家滅亡を報告いたします。でそして、まあ、新たな鎌倉殿は今の鎌倉殿頼家の弟である千幡であるということを告げます。しかし臨時出家もして次の三代目鎌倉殿を決めたのに、源頼家が意識を取り戻します。意識を取り戻しまして、しかもこんなことを言います。すぐにも一幡に会いたい、摂を呼んでくれ。一幡は先ほども言った通りまだなんとか生きてはいるんですけれども、まあまあちょっと行方知らずな状況になっておりますので、まあ行方知らずで、摂はもう亡くなっているので、どうするっていう展開にこれでなってしまいますと。まあ一応言っても、まあ、臨時出家までしておりまして、もう千幡の流れってのは、まあ、もう止めませんので、まあ、来週の32話は
まあ、頼家に関しては後ろ盾の比企家もおりませんので、まあ、出家してもらうという流れでになります。なのでこれが一応今回の31話なので、まあごたごたありましたけれども、もう義時のですねキレッキレの画策によって、比企能員自身に関しては、戦せずに、まあこう隙を突かれて死ぬと。でその流れの中で主を失った比企家は、武力で滅亡に追い込まれるという流れとなります。すごい展開ですよね。だから本当に今まででももう 1,2 を争う、まあ、衝撃的な話という流れでございますね。でですね、この鎌倉殿の13人のガイドブックに限らず、これ例年そうなんですけれども、まあ、例年このガイドブックって前編後編完結編で3つになっていて、でこれ今ね後編って32話まで来週までのシナリオが明かされていて、でちょっと33話から38話は多分ね放送前にガイドブックが発売しないので、ちょっと予習解説作れないんですけれども、まあそれはもう織り込み済みなんですけれども、なんか例年、この、切れ目のところ、だから今回で言うと今回31話と来週の32話の、このストーリーが、まあちょっとそんなに文字多くないのでパッと見ていいと思うんですけども、これね、30話までは、だいたい3ページぐらい使ってシナリオが書かれてるんですよ。なんですけれども、31話は2ページぐらいなんですよ。で来週の31話2ページぐらいで、32話に至っては1ページ半しか書かれてないんですよ。だから例年切れ目のところはダイジェストがすごく少ないっていうのが例年なんですよ。これね、青天を衝けも麒麟が来るもそうだったので、まあ、これってのは多分脚本の上がりが遅いんじゃなくて、脚本って当然ほら、例えばですけども、まあ選挙があるとか、それこそ去年だったらコロナがあるとかで放送の話数が減ったり増えたりすることってあるので、多分その関係でギリギリまで脚本が上がらないんでしょうね。だから多分少ないんだと思うんですけれども、今回もなのでシナリオの文章が少し少なめなので、もしかしたら今回全然ここで今私が示した9つの章以外の展開っていうのもいろいろと細かく映像では示されると思うんで、まあ楽しみですよね。まあ、それこそですね、今回から生田斗真さんが演じる源の中明が出るんですけれども、シナリオブックには一切名前が登場しないので、まあ、どういう展開になるのか楽しみですし、まあ、ミーがこう子供2人と、一緒にいる、これ実の子かどうかちょっとわからないんですけど、まあ、こういう場面写真があったりとか、まあ、禅師の なんか今まで見せない禅師の表情とか、まあ、塔は多分立ち回りのシーンですけれども、ちょっとこういう気になる場面写真もいくつか解禁されておりますので、まあ、31話非常にその行間というか、今日私が示した以外の部分に関してもですね、楽しみだなと思う次第でございます。以上でございます。まあ、なので後継レースのところで1万1000万全財3人いるのでちょっと複雑に見えるんですけれども、まあ比企能員を滅ぼす流れで比企能員の後ろ盾がいる1万も、まあ、後継の座からこう落ちていき千万に擁立されるという、まあ、義時の画策が全部冴え渡るというのが今回の31話でございますので、まあ、引き目線というよりも義時の背中を追うような感じでストーリーを見るとですね、混乱なく、見れるんじゃないかなと思いますので、一緒にですね放送を楽しんでまいりましょう。まあ、放送終了後にはですね徹底解説という約1時間の動画になると思いますけれども、紐解きしてまいりますので、もしよろしければそちらの動画もご視聴ください。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。